山崎健と、キングダム4空前の大ヒット、100億円の男、なら遠のく広瀬すずとの結婚、20代は絶望的な現実。7月12日に山崎健と、29主演の映画、キングダムシリーズの最新作、キングダム大将軍の帰還が公開されてから約2週間。同映画は公開10日間の時点で、すでに興行収入は36億円。 観客動員数は241万人を突破したことが明らかとなっている。キングダムは原康久氏による同盟コミック、修営者が原作で、紀元前の中国春秋戦国時代を舞台にした物語。実写映画は2019年からスタートし、23年公開の第3弾、運命の炎、まで全て50億円超えをキープしていたが、4作目である。 大将軍の期間は、これまでの記録を大幅更新すると言われている。7月12日から15日の3日間で累計教習16億2860万円を突破しており、これは、キングダムシリーズ史上のみならず、邦画実写歴代ナンバーワンのオープニング記録、金土日3日間教習、工業通信社調べ。すでに、教習100億円も視野。 という報道が出るなど、過去最大の盛り上がりを見せているのだ。なお、キングダムシリーズ過去3作で今日の最高記録は、1作目のキングダム2019の57.3億円である。アクションシーンの迫力は過去最大レベル。大沢か夫さん56が演じる大人気キャラ王、希少群の大きな見せ場もある。 もちろん主演の山崎さんの演技も素晴らしく、出だしの勢いを考えても、教習100億突破も夢物語ではありません。大将軍の期間はシリーズ最終章と名打たれていますが原作、期間72巻のストックはまだまだあるし、すでに第5弾から第7弾までの制作計画が進んでいることが一部で報じられています。キングダムシリーズは、まだまだ盛り上がり続けることでしょう。 映画ライター。3作連続で教習50億超えというのもとんでもない話だが、100億円となるとさらに話は変わってくる。作品のクオリティをより上げるべく、制作予算も増えることになるだろう。大規模なロケやハイクオリティな CG、超大人数のエキストラや、さらなる豪華俳優陣、壮大な戦乱の世を取るにあたり膨大な予算を注ぎ込み、 それを圧倒的な工業収入で回収し、さらに次回作の質を高める。大規模シリーズものの理想ですよね。今のキングダムの勢いなら、それも可能でしょう。ただ、100億円を狙えるコンテンツになった以上、制作人はこれまで以上に慎重にもなるはず。少しでも映画の教習源につながる動きは避けるようになると考えられます。 そうなると、100億円を背負って立つ男になりつつある山崎さんは、結婚が遠のくことになりそうですよね。芸能プロ関係者、山崎は、大人気俳優の広瀬すず26との交際が2022年7月に、文春オンラインに報じられており、現在も交際は順調とされる。二人は2016年の映画、4月は君の嘘で初共演。その後、 交際に至り、2021年3月の時点で反動性状態にあったという。今年5月16日発売の週刊文春文芸春秋でも、山崎と広瀬が友人とゴールデンウィーク明けの深夜に都内で遊ぶ様子が報道された。バーやスナックではしご酒を楽しみ、その後一緒にラーメンを食べていたといい。 二人が薬指に金色のペアリングをしている写真も掲載されていた。